はいどうもゆうじです。今回はたくさん読書をしてもそんなの意味ないっすよって話をしていきます。今回のタイトルは釣りでも何でもなく紛れもない事実です。今フリーランスとか副業とかを頑張っている意識高い系の人たちって成功者の真似をして毎日読書に励んでいるっていう人って結構多いと思います。毎日とは言わずとも自己検査のために毎月何十冊も読んでる人って結構いるんじゃないですか。ただ自分から言わせてみるとそんなの時間の無駄なので今すぐその習慣はやめた方がいいと思ってます。こういうことを言うと反発されるかもしれないんですけど、反発したい人は自分の言ってることを全て無視して同じ習慣を続ければいいと思います。ただこのまま同じ習慣を続けた人と後から自分が言う習慣に変えた人のこの両者では後になってめちゃめちゃ大きな差が出てくることに後々気がつくと思います。誤解を生まないために初めに言っておくと、前提として今回の話は駆け出しの人を対象にしてると思ってください。ある程度もうすでに成功していてかなり裕福な生活を送っている人には全く関係のない話なので、そのつもりで聞いてください。すでに成功していてお金と時間がたっぷりとある人に関しては今回話す内容と結論が全く逆になるからです。ここからは駆け出しの人が大量に読書をしても意味がない理由と、そしてどういう時に読書をすべきなのかっていうこの2点について話していきます。今回の内容が少しでもいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは早速いきましょう。駆け出しの人が大量に読書をしても意味がない理由の一つ目は、駆け出しの人ほどインプットよりもいかにアウトプットするかの方が圧倒的に大事だからです。例えばプログラミングで稼ぎたい、ブログで稼ぎたい、 YouTube で稼ぎたいと思っている人がいるとします。この人に必要なのは大量に読書することなんかじゃなくて、とにかく行動しまくることだけです。本当にマジで読書なんていらないです。そして行動するための情報とかロードマップに関しては読書なんかせずともネット上にいくらでもしてます。キングコングの西野さんとかホリエモンの本を読んだところで自分のなすべきことが具体的に書かれてるなんてことは絶対にないですからね。確かに社会の闇に洗脳されてしまった人がその洗脳を解くために1冊2冊読むのは全然いいと思うんですけど、ただ大量に読む必要なんて絶対にないです。駆け出しの人に必要なのはそんな抽象的な情報なんかじゃなくて、目標を達成するためには自分が今何をすべきなのか、そしてそれが終わったら次は何をすべきなのかっていう、こういう超具体的な情報です。そういうような超具体的な情報だけを効率的に集めて、あとはとにかくそれに従って行動しまくるだけです。自分も含めて駆け出し私の人っていうのは初めに必要な情報を揃えたらもう向こう半年間は何も読書しなくてもいいぐらいです。あとは本当に行動するのみです。現に自分なんて今はほとんど読書なんてしてないですからね。本当に今年に入って読んだ本って多分2冊か3冊ぐらいです。ブログとか YouTube とかプログラミングとか背取りとか動画編集とか株式投資で稼ぐ方法って、そんなに頻繁にそういう情報ってアップデートされないですよね。なのでそれらを始める前に大量にインプットして成功法とかロードマップを知ることさえできれば、あとはインプットすることなんてないはずなので、皆さん何をそんなに頑張って読書してるんだろうと思いながら自分は見てます。どうしても必要な知識を保管するためにたまに読書するんだったらいいんですけど、少なくとも自己啓発系の読書なんて絶対にいらないです。どうせそんなに大量に読書をしたところで人生なんてこれっぽっちも変わりませんよ。人生を変えるのはインプットではなくてアウトプットだけです。周りを見ていると読書だけをして自己満足に浸っている人が多すぎるんですよ。読書をした後に、おおなるほど勉強になったな、終わりみたいなパターンの人がほとんどです。そんな感じで終わっていたら市役所の待ち時間と同じぐらい生産性のない無駄な時間を過ごしてます。 Twitter でも YouTube でも何でもいいんですけど、駆け出しの中で成果を出してる人をよく見てください。そういう人ほど読書なんて全然してないはずです。成果を出してる人は本当に必要な時だけ読書をしてます。逆に毎日の積み上げの中に読書が入っている人ほどいつまで経ってもお金を稼げずに毎日元気に読書だけをして行動した気になってます。そして自分は毎日読書をして行動してるからぐうたらしてるサラリーマンよりも一歩も二歩もリードしているっていう風に勘違いをして自己陶酔をしています。正直読書ばっかりしている人とソファーでゴロゴロしながらネットフリックス見てる人のこの両者では本質的には全く同じレベルですよ。それは両者ともに実績に結びつく行動を何もしてないからです。何も行動をしてないんだったら読書をしている人とネットフリックスを見てる人、この両者って傍から見れば娯楽を楽しんでいるようにしか見えないです。客観的に見ればこういう状況になっていたとしても自分では行動した気になって気がついていないだけかもしれないので、今一度自分を客観視してみてください。読書ばっかりしてないか、行動はちゃんとできているか、自己満足するんだったら読書をした後じゃなくて行動した後にしてください。読書と行動のこの両者はポケモンの武蔵と小次郎ぐらいセットだと思ってください。大量に読書をしても意味がないんだったら、じゃあいつ読書をすればいいのかっていう話をこれからしていきます。読書をすべきタイミングはズバリ行動するために情報が必要になった時だけです。例えばこれから株式投資を始める、不動産投資を始める、仮想通貨を始めるみたいな感じになったら、これらを始める前に絶対に知識をインプットしないといけないですよね。こういう時に読書をするんですよ。それはこれらの知識がないと全く何も行動することができないからです。行動するための知識補完としての読書ならいくらでもしても大丈夫です。自分もスイングトレードとか
かインデックス投資とか株式投資を始めようとした時は本当に株式投資に関する本を30冊ぐらい読みました。ただそれで株式投資に関する知識は一通りインプットすることができたので、それ以降は全く株式投資に関する本は読んでないです。自分もそうなんですけど、駆け出しの人にとっての読書ってこうあるべきだと思ってます。つまり駆け出しの人ほど読書をするときは必ず目的を持ってするようにしましょう。一言で言えば行動するための読書です。株のスイングトレードの知識が欲しいからこの本を読む、ルビーオンレールスのこの知識が欲しいからこの本を読むっていう感じです。多くの人は行動を前提とした読書をしていないから無駄な時間を過ごすことになります。キングコングの西野さんとかホリエモンが新しく本を出したからとりあえず読むかみたいな読書は全くの時間の無駄です。それは何も目的を持ってないからです。この本を読んだことによってどういう知識が得られて、そしてどういう行動に結びつくのかっていう、この2点が分かってないと読書する意味なんてないです。この本を読んどけばいつかは役に立つだろうみたいなマインドで読書をするのは絶対にやめてください。そんないつかなんていつまで経っても来ないし、来たとしてもその時には本の内容なんて全部忘れてます。何回も言うんですけど、駆け出しの人ほど今の自分にとって必要な情報を求めて読書をしてください。すでにある程度成功していてお金と時間を持て余している人はエンタメ感覚でいろいろな情報を収集するのはいいと思うんですけど、駆け出しの人が同じことをやっている場合じゃないです。行動するために読書するなら、読書をするタイミングって何か新しいことを始める時とか、何か新しいことを取り入れる時とかが多くなります。株式投資とか不動産投資を新しく始めるから大量に読書をしてインプットするとか、あとはブログでもっと売上を上げるためにセールスライティングを学ぶために読書するとかです。どちらにしても読書をして得たい知識とか、あとは読書した後の行動が明確ですよね。駆け出しの人でこういう読書の仕方ができてない人は、自分が話した内容を元にすぐに改善した方がいいです。ここまでで駆け出しの人が習慣的に本をたくさん読んでも全く意味がないっすよって話をしてきました。その理由は、駆け出しの人ほどインプットよりもアウトプットの方が圧倒的に大事だからです。駆け出しの人が読書をすべきタイミングは行動するために知識が必要になった時だけです。自分もまさにそうなんですけど、駆け出しの人ほど常にアウトプットベースで行動するようにしましょう。何も実績がないのにのんきに大量に行動に関係のない本を読んでる場合じゃないです。実際にそれだけ大量に本を読んで、あなたはお金が稼げるようになったんですか、人生は変わったんですかって話です。駆け出しの中でも成果を出す人っていうのは結果にコミットする行動をする人だけだと思ってください。それでは今回の内容は以上です。今回の内容が少しでも役に立ったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。他にもブログとかツイッターとかインスタグラムもやってるので概要欄からアクセスしてみてください。それでは。